美しさの部分を引き出す写真撮るのが好きだったんで、意外と伝えたいこと多いかなと思って、上が楽しんでないと下が絶対楽しめない。逆の立場だったらやったみたいな、自認と採用なんです基本。代表の野瀬です。スタイリストの近藤彩乃です。フリーランス美容師をしてる遠藤です。アシスタント1年目の西村梨沙です。あんまり遠藤さんのカウンセリングとか聞けないんで、なんかいい機会だから聞きたいなと思って、ね、なんか今だと結構お客様が、インスタで保存した画像をお持ちいただくことがほぼだと思うんですけど、それがそのお客様ができる状態かできない状態かは関係ないとして、まず可愛いって一緒に共感してあげることを意識してます。でそれでやっぱお客様って、ちょっとテンション上がるし、あ、分かってくれるんだっていうそのつながりがまずできるから、まずそこを意識することと、あとは、まあ、サロンに来れる、頻度とかを、まあ、読み取って、例えばそのライフスタイルで学生さんだったら、まあ、他と被らないちょっと派手めなデザインカラーを提案したりとか、まあ、ママさんだったら3ヶ月とか半年に1回来れる状態だと思うので、まあ、周期が空いても大丈夫なようなハイライトとかバレイアージュとかを提案して、あとはまあお仕事されてる方とかはあんまり派手にできないので、まあ、それでも楽しめるように、まあ、インナーカラーでちょっとさりげなくおしゃれをさせてあげるとか、本当にライフスタイルを一緒に考えて、なんか今だけじゃなくて、まあ、今後もずっと楽しめるそのヘアスタイル提案を意識してやってます。僕も結構意識してるんですけど、なんかインスタで これでバズるみたいなのがあるともうそれしかやんないみたいな感じになっちゃうじゃないですか。一時期僕もそれだったんですけど、それやるともうなんか美容師としての楽しみがマジでよく分かんなくなってくるんで、やっぱね人に合わせて、僕もお客さんがこれやりたいって言っても、まあ、やっぱその人のベース考えて似合わないってなったら絶対やらないんで、似合わないでもこの子攻めていいなと思ったら全然やっぱもっと攻めるし、その辺で自分の新しい部分がね見つけられるとね。美容師もお客様の気分ってなんか忘れちゃうとことかってあったりするじゃないですか、うん、なんかそういうのは自分も忘れないように意識して、うん、逆の立場でなって、まあ、実際自分がお客様の気分になって考えます。で5年間例えば、まあ、月まあ400人500人ぐらいをずっとやってるとちょっと頭おかしくなってくるんで、もちろん美容師の仕事は楽しいしあれだけど、こう提案するっていうより本当その人の本質的な美しさの部分を引き出すみたいな、かっこよく言うとカウンセリングの段階でもう大体やりたいのも分かるし、あこの人こう今このこうやって言ってるけどこういうのが求めてんだろうなみたいなとかをめっちゃ汲み取るのと、やっぱまあ想像以上のね、そのお客さんが求めている以上のものを技術で返せる自信はあるんで、見えないところを出すってとこです。こう自分の中に落とし込むためになんかやってることあります？シンプルにも見てて、あいいなってやってこれやろうみたいな、あ伸びてるだけじゃなくて、あじゃあなんでこの人伸びてるんだろうなみたいな、やっぱ可愛いポイントとか絶対あるじゃないですか、こだわりポイントとか、やっぱり売れてるには量産型かもしれないけどやっぱり何か絶対ヒントがあるから、まずそこを研究する。まあその日本の美容師さんでもそうですし、私のジャンルだと世界で活躍してる美容師さんとか今どんなのが気分なんだろうとか、そういうのやっぱ常にチェックしてます。今だと、まあ、カーダシアン家とか、まあ、トップフォロワーですし、まあ、トレンドを作ってる人たちなので、まあ、カーダシアン家はチェック してます。なんか前情報で、この新卒の面接の段階で面接の時一言も喋んなかったんですよ。でスタイルブックがめちゃくちゃおしゃれで、
ほんと普通にその辺のスタイリストより全然上手で、そうそうそう、それをベースどこから見て、その若い子の可愛いの感覚をちょっと知りたいなっていうのは、一番最初は学校の授業で1年生の時に撮ってからちょくちょくって感じです。授業で会った1年生2年生1年生の時、へー、なんか普通に可愛い子を見るとか写真撮るのが好きだったので、それの延長線上って感じですね、うん、私も結構美容師さんとかも自分が好きなジャンルの美容師さんとか見てこう刺激もらったりしてたりします。なんかお客様一人一人に結構美容師さんって、絶対こだわりポイントってあるじゃないですか。そのお客様にこだわったポイントを全てお客様に伝えてあげる、意外と伝えたいこと多いかなと思って、なんか例えばハイブリーチをしてホワイトピンクにしたお客様だったら、まあ、色落ちがホワイトブロンドになるように白い配合してるから、まあピンク 色落ちても、まあ、ブロンド楽しめるし、あとダメージが心配だから優しいお薬に美容液も入れて安心してねとか、次は、ブリーチベースがあるからやりたいカラー何でもできるし、次夏だから、ブルーとかもいいかもねとか、しっかり次回提案もしてあげるとお客様は安心するし、まあ、特別感感じてくれるから、それがやっぱリピートにもつながるのかなと思って意識してます。新規の方でも、まあ、再来できてくれた方でも、なんか一個は、まあ、逆の立場で考えてっていうところにまたなるんですけど、一個は褒めてもらったらすごいなんかいいなって思うんで、できてるポイントとかがあったらなんか、え、めっちゃいいねみたいなとか、なんか褒めることとかは、まあ、お客さんの巻きとかあとか、なんか一個は言いますね。へえ、まあ、ちょっとまあ、まだまだな方とかがいましたらアイロンがドライヤーとか、あ、もう全部に対して、その新規の方とかでもこう意外と、あ、ドライできてるねとか、でもなんか一個言うだけでもやっぱり、あ、おーってなる。逆の立場だったら、あ、やったみたいななるので、私だったらだから、なんかそういうところをやってるかもしれないですね。技術ではまあ、何も返せないと思うので、まだ細かな気遣いだとか、あの雑誌とかを読み合ってるなと思ったら変えてあげたりとか、あと飲み物とかを聞いたりとか、そういうことはしてます。ジーンと採用なんです、基本採用基準が。基本的にやっぱ人対人のお仕事なんで、あのこいついいやつだなと思う人に僕のお客さんを接客してほしいみたいな。でそれそうすることによってやっぱあの細かな気遣いっていう、あの、まあ、技術的なところでこうこのタイミングでこういうワード欲しいだろうなと思ってこう細かい気遣いができる人、これってこうマニュアルだとダメなんですよ。マニュアルだとダメで、あのこの今これ言うべきじゃないなとかっていうのもやっぱちゃんと考えれるのが結果いい人じゃないですかっていう意味で今言ったんですけど、この子はね、そう、あの発言が苦手なんだけどね、ね、そう、そういうことやな。そうです。それを日本人の女の子にも、まあ、リアルヘアとして提供できたらいいなっていう。めちゃくちゃこんな簡単に独立できる仕事ないんで、あの実力あれば。